ちゃん、こんにちは。いやー、前回の今永投手素晴らしいピッチングでしたね。いやいや、まっすぐは生きて速いし、はい、切れてるし、まあ、スライダーも良かったしな、はい、まあ、チェンジアップも良かった、まあ、全てが揃って15奪三振、そうです ね、一時が7連続計、7者連続、そうだよ、すごい気迫のピッチングで、いや今永投手が、あれ長野選手、岸田選手に連続で三振取った、はい、あのシーン吠えたじゃないですか最後。あんま見たことがなくて、はい、あの今永投手が、はい、変えてるんだよね、やっぱりいろいろ自分の持っていき方を、はい、すいません、ここで急なお知らせですが、うん、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと待って、いやいや、だからこのぐらいやっぱ変えてる、あ、変えてるんだよ。それ打者びっくりしますよ。打者びっくり、チャンネル登録お願いします。このタイミングで YouTuber は言わないでしょ、はい、やっぱ最後でしょ、謙虚に。最初が最後ですよ。そうよね、うん、だけどまあ途中で入れましたが、まあ、チャンネル登録、はい、そうですね、まあ、だけどそのぐらい、なんかちょうど自分が変わっていこうとしてる姿はあったよね。そうですよね、まあ、バウアーの助言ということでね。そうなんです、どうやらバウアー投手から助言があったということで、投げる哲学者今永投手がその前夜の投げる科学者バウアーに重なったと。哲学者と科学者って、うん、どっちが上なのかな。あ、哲学っていうとやっぱり理論というか、まあそうだよ ね、考え方だよね、はい、で科学者っていうと実際に数字とか、数字、ね、はい、そうですそうです。だからまあ科学者の方が上だな、まあ、そうですね、勝負する上では、はい、だからバウアー投手なんかどうやら助言があったそうで、はい、股関節の屈折角度と重力を利用するということをなんかこう助言でもらったそうなんですよ。で今永投手も、僕もちょっとだけ股関節の角度を深くして投げてみましたというところで、投球時により深く沈み込むイメージで、あの7回の岸田選手の直球で押し込んだと。確かにね、はい、あれはメカニズムを無視して球速を出しに行った、いい球だったかわからないけど、物理的には速い球を投げられたというところで、なんていうんだろう、狙って三振取りに行ったからね、この時は。あのこの2つですよね。そう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 、はい、だからまあ、いや分かるわ、バウアーの投げ方見てると分かる。その股関節の屈折角度と重力っていうのはどういうこと、うん、だから体をこう横にすると体があって、はい、こういうふうな角度で入っていくと、はい、こうガッと落としてね、うん、ボールは どっちに行きそう、いいか、はい、こうやって投げる瞬間にこうやって投げる体重がこう落ちる、はい、こういう風な感じでいったらボールはどういく、こういきますかね、高めだろ、はい、岸田の三振取りったのは高めだったでしょ、はい、だからやっぱそういう体重移動っていうか股関節の角度をそっち方向に持っていく、こうじゃなくて無駄がないように深くこう深くっていうか、こういうことなんですね。そうそうそう、だから指先だけでのコントロールじゃなくて、はい、やっぱ体全体で出力を上げといてのコントロールなんだよ、はい、やっぱバウアーはね、最初のうちは癖とか、まあ、はっきり言うけどバレてたんだよね、はい、これを直すことによって全く打たなくなったでしょ今は。そうですよ ね、チーム、ね、2桁なんか打たれなくなったじゃない、はい、でもすごいよな、分かってたら打つんだもんな、プロのバッターって。いや、そうですなあ確かそういうことです。確かに、どんな球でも分かんなくなってきたら、やっぱりね、術中にやられてる、バワーの、ああ、感性が鋭いというかさ、うん、まあ、村上が三振を取られた場面なんかは外外外だもんね、はい、絶対インサイドに1球見せといて外ではなくて、外外、あ、反応しないんだったら外、バッターの動きをよく見てるよ、投げながら。ものすごい観察してるんですね。あ、それって前夜からもうそのバッターの対策に入ってるのか、それともマウンドで投げながら調節してる。やっぱり生きてるからね、ゲームは、はい、マウンドに上がってその日のこのバッターの状態だとかそういうのは見てるはずだよ、うん、やっぱサイヤング賞取っただけあるな。ね、低めに投げるときは投げといて、うん、やっぱ三振取りたいときとか、うん、こう危ないなと思ったら高めビュンと投げるもんね、はい、それとやっぱりこう152、3、うん、4ぐらいまででこう組み立ててるけど、うん、ここ一番って言ったら9回に158とか159キロ投げるから、うん、まだ余力あるんですね。いや、中4日で完投、完投だよ、ちょっと考えられないですね。いや、考えられないけどやっぱりそのぐらいのスタメンを持ってて、はい、メジャーでは
100球前後で下ろしてもらって中4日で1シーズンを戦うんだよ、はい、だから日本で中6日とかで、うん、で100球前後っていうのはやっぱバウアーから言わせたら考えられなくて甘くて話にならんっていうような感じで、このままいったら最多勝取るよあれ。そうですよね、中4日でいったら。いや今もう6勝だぞお前。そうですね、取る取るお前、中4日で回してぐるんぐるん回ってみよお前。いやすごい、いやそれだけの欲はないんですかっていうことだよ日本は。日本のピッチャー投手陣はやっぱこのままサイ・ヤング賞に最多勝持っていかれて、うん、あれお前沢村賞まで持っていくぞお前。あのこれあれ史上初じゃないですか、メジャーでもサイ・ヤング取って、こっちでも沢村賞、サイ・ヤング賞取ったやつが日本で投げないよそうですね。いやだけど可能性としてはあるよ本当に。ありますね。いやでもそのバウアー投手が今永投手から助言を求めたのか、うん、まあ、バウアー投手からあこうやった方がいいんじゃないって言ったのかわからないんですけど、そこでこうやっぱこう会話の中で、うん、多分出力を上げたりとか、うん、どういう考えで投げてるとか、うん、まあ、そういうことを話した中でじゃあ解析に移ってじゃあどういうふうに体を使うんだとか、うん、そういう話からいやこうやって使えばいいんだよって、いやバーは賢いぞあれ。そうですね、うん、カッカカッカ来てるだけじゃないぞお前カッカカッカ来ながら冷静だからそうですね、うん、そうですね、ちょっと時間取れば冷静にまた戻る戻る戻る確かに。でもね投げてて面白いじゃない。あ、そうですね、やっぱね人間味があるよ、うん、ピッチャーゴロ取って自分でドッキンみたいな誰も耐えられんみたいなそう、これはもうね子供っぽくて大好きだよ俺もう感情あらわに出しますもんね。あらわに出してね。確かに。あとあの、まあ、キャッチャー伊藤光選手が、まあ、捕手が受けたりとかしてて、組み立てってほぼバウアーなんですか？サインは出すけど、あの、ね、サイン出して首振って、うん、自分の組み立てでもう投げ出したよ。あ、最初打たれたでしょ、はい、あこれはやっぱりジャパニーズの伊藤に任せなきゃみたいな、はい、そんな感じで投げたけど、はい、癖が割れてるから何投げたって合うんだよおかしい、日本のピッバッターは優秀だなと思ったはずなんだろうけども、はい、でもそれが治ってからはさすがだな。だからもう自分で組み立てしてるよ全部。そうだよね、まっすぐ外分かった、ここは高めみたいな、うん、自分で工程は決めてるから多分。あ、そっかそっか。やっぱなかなかやっぱ大したもんだな。そうですよね、うん、もちろん DeNA のピッチャーたちにもいい変化というか、まあ、そりゃそうだな、ね、うん、圧倒するボールももちろんね、うん、全てが圧倒してるんだろうけども、でもそれを組み立てをして抑えていく考え方だとか、まあ、自分自身を解析する力だとか、うん、そういうのはやっぱバウアー持ってるよな。そうです、だからそれを伝授してくれてると1ランクやっぱ上がってくると思うですよね。なのでやっぱ記事で違うまた別の記事で書かれてたのが本を争奪戦になるんじゃないかと。何の争奪戦？バウアー横浜から行かないの？もしかすると、まあ、まあ分かんないですね、メジャーからまた戻ってきてとなるのか、もしくはこの日本球界でさらにお金出しますっていう球団が出てくるか。そりゃいくらでも出す球団はあると思うけど、そう、ね、まあだけどいいピッチャーだなやっぱりな。素晴らしいですね。でもさ最初のうちポンポンと打たれてゼロ勝だったでしょ、はい、おじゃコメント欄に、うん、はいはい言うたか適当、うん、バウはゼロ勝みんな出てこいやお前バウアーのように消えますね。バウアーのように消えます。消えるよお前。あーって言って。本当だよお前。その実力を知らんのかって。そうです、ね、投げてて分からんがこのピッチャーが勝てるか勝てないかぐらい。それでジルシューデみたいな書いてある。なんだこの野郎みたいな。ただチャンネル登録はよろしくお願いします。